ごいわこれ。男の涙だそうです。さすが世界遺産知床。右の方にですね、ちょっと量の多い滝が流れておりますね。この滝を湯の花の滝と言います。湯の花と言いますね、溶岩コンビパンプしたり、そういうじゃないんですね。流れてるのは全て、水ですね。綺麗な緑色も